かりとフォワードリバースで巻いていきます。こんにちは、大阪のトランクで働いている千秋です。今日は絹女さんの、最後アイロンで顔周りを巻くんですけど、ツインテールの編み下ろしをしていきたいと思います。お願いします。まずだいたい後ろはジグザグに大体でいいので分けます。でこの時にこのトップが割れるのが私はあまり好きじゃないので、トップをぼかしておいて顔周りをこのぐらい奥出毛を残しておきます。こっちからやっていくんですけど、ここで結ぶとここがつるっとしてしまうので大体でいいのでちょっと三つ編みにしてから結びます。少し三つ編みにしてでここで結びます。大体耳の下ぐらいで結んでいきます。こんな感じで、で結んだらさらにくるりんぱをしていきます。でギュッと結びます。で反対側も同じように時に少しだけ全体的に、まあ、気持ちほぐします。ほぐす時は指の腹と腹を使ってほぐします。こんな感じです。であとはここは、まあ、三つ編みでも、何でもいいんですけど、こっちから作っていきます。このクーリンパしたところもちょっと引き出しておくと可愛いと思います。でもしゴムが気になる場合はここはクーリンパスティックで刺してゴム隠しをしてもいいと思います。こんな感じです。でまたその下もだいたい 2,3 センチ開けて結びます。で結んだら今度は真下に、くるりんぱ、これ内側にくるりんぱをします。でまたギュッと結んでほぐします。でその下もまた気になるようであればゴム隠しをしてもいいと思います。よいしょ、こんな感じです。でゴム隠しをしたらまたほぐします。でバランスを見ながら、また全体も引き出してあげてください。で、次逆側も同じです。でギュッと結んでまたここもちょっと引き出します。あとはもうバランスを見て引き出してこんな感じです。毛先がほつれているときはしっかりとコーミングをしてから巻いてあげてください。じゃあまずは顔周りから巻いていきます。
回は、まあ、そんなにしっかり巻くっていうよりは、まあ、ゆるっと巻くイメージで巻いていきます。巻きが足りないなと思うところはしっかりともう一回巻きます。で、毛先は結構私パサつきが気になるのでしっかりとスプレーを振ってから巻きます。で、巻くときは少しずつ巻いていきます。まず全体的に毛先は感じでくるんと巻いて、あとは少しずつ巻いていきます。こんな感じでフォワード、リバースと交互に巻いていきます。ちょっと巻きづらいかもしれないんですけど、しっかりとフォワード、リバースで巻いていきます。先に一番最初に毛先を巻いてたことで毛先の巻き残しを防げるので、まあ、こんな感じで、ちょっとこんな感じで最後広げて、あと最後にこの表面を巻きます。これ多分32なんですけど、32ミリなんですけど、細めのコテで巻いても全然いいと思います。で、仕上げにスプレーを振ります。じゃ反対側もやっていきます。最後スプレーでちょっとツヤを出します。で、細いコテで大体26ですね。これはちょっとトップのところをボリューム出したいところは巻いても可愛いと思います。はい、今日はこんな感じで毛先を多めに残した、ツインテールの、
クルリンパ編み下ろしをやってみました。すごく簡単にちょっと凝ってる風に見えるので、ぜひ試してみてください。ありがとうございました。